何これ、こいつがデススラッグかいな。なんてデカさ。バカな、デカすぎるでしょ。やばいでき。まともにやったらひとたまりもない。こいつを先輩部隊に任せましょう。交代して迂回するよ。はいでき。31、あんたらもノロノロしてると死ぬよ。私らも交代しよう。先輩っていつ来るのさ。この距離じゃドームまですぐだよ。私らだけで行けるか。私は自分をみんなを信じる。そして大切なものを守りたい。みんなはどうさ。はっ、ええで。いいでしょ。ああ、付き合うぜ。待っておったわ。ええ、行くぞ、みんな。自分らは戦え。うちの出番や。
葵、力が湧いてきました。なんもさせへんで。楽しそうだな。はあ、うちの財布見せつけたる。花言葉は希望と思い出。
こいつ。任せたでござる。ソラ、セイキ。どうしたものかな。ような数値を弾き出すか楽しみで仕方がない。なんそれ。せい、いい拙者の忍術をお見せするでござる。
口を開けておくれ。このラップタイム背中は任せたでござる。聞こえる風のささめき。勝利とは我が示す意志よ。さえ渡る。さあ準備万端でござるよ。無駄に綺麗な星空だ。最後がこんな夜もよかろう。疲れてござる。聞こえる風のささめき。勝利とは我が示す意志よ。さえ渡る。忍術の見せ場でござる。今だ魚鱗の陣で進め。
やったか。ああ、完全に沈黙した。やったのね。すごい。準備運動にもならんかったで。めっちゃ息上がってますけどね。あんたら、あいつを撃破したっての？マジでキスか？でも、あんたらがのんびりデカブツと戦ってる間に討伐数は稼がせてもらったわ。逃げよったくせに何言うてんねん。とりあえずドームの方に戻ろう。まだキャンサーが残ってるかもしれないし。ふん。いい加減負けを認めなさいよ。電子軍人手帳にも討伐数が正確に記録されてるのよ。ほーら、私たちの討伐数の方が上になってるでしょ。あんなに頑張ったのに。あー！危ない！ルカ！って、ルカさん！大丈夫だよ、カレリン。頭を地面に打っただけだ。キャンサーの攻撃はデフレクタが弾いてくれてる。そう。よかった。こいつも無事だよ。ごめんなさい。おっと、私たちはドームの人とは接触禁止なんだった。ほら、お帰り。はーい。子供。外壁の破れたところから外に出てきてたのか。どういうこと？外壁に穴が開いてるだろう。そこから中の人を狙ってるキャンサーがいたんだよ。そんな、全然気づかなかった。あなたが助けてくれなかったら、今の子が犠牲になっていたというの？ルカはさ、こんな奴なんだよ。は？頭も良くないし、性格もおかしくて、何を考えて生きているのかも謎に思うことがしょっちゅうだ。でも、目の前の欲になんて溺れない。一番大事なことをおろそかにはしない。そういうやつだ。私が、目の前の欲に溺れてたっていうの？あんたらは結局、司令官に自分たちの方が優秀だってことを見せつけたかっただけだろ。それは否定できませんね。おい！何認めちゃってくれてるのよ！そんな理由だけで A が欲しいんだったら、くれてやるぜ。なあ、ルカ。それはやだ。見ろ。え、嫌なの？ A が優秀なんだろ？なら A がいい。そっちの隊長も欲に溺れてるよね。なんでそんな奴が隊長やってんだよ！グダグダですね。ありがとう。さすがセラフ部隊だ。強かっこいい。まさに人類の希望。すげえ感謝されてる。本当に人類は私らに一縷の望みを託してるんだな。実感せずにはおられへん風景やな。ここまでとは。私たちが頑張らないと。そうね。さて、まずは初めての任務達成、ご苦労様。初めてのミッションとしては素晴らしい。